皆さんこんにちは。不思議探求考察団ズスタジオモード始まるよ。はい、はい、皆さんこんにちは。パルタイムストレンジャー達弘でございます。不思議探求考察、次探求考察団ズのパークモードということでやっていきたいと思いますけども、何をやるかというとですね、まあいわゆるスタジオトークでございます。はい、ちょっともうわさわさ動いていますのででは本日のアニマルフレンズの方々こちらですよー。イエーイ。では一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思いますが、誰からいきますか。はい、あ、じゃあはい、お願いします。はい、今日はあの東京で串カツとたこ焼きを食べてきてあの大阪にいる気分になれました。お酒飲むの大好き、萌萌です。あー、お願いします。終わり。萌萌さんですね。はい、お願いします。はい、では続きましてどちら行きますか。じゃあ、はい、お願いします。先日仕事中に、A さんと一緒に休憩に行きたくて、でもその A さんの仕事が終わらないと休憩に行けないので、ちょっと手伝おうと思って A さんに、うん、A さん私この仕事しとくからって言ったら、 A さんがじゃあ私休憩行ってくるって言われて笑ったエルルです。よろしくお願いします。お願いします。もちろん冗談でエルルルルエさんでございます。はい、そしてお願いします。はい、ドメルドンです。そうですね、今日はすごく暑くて1日に何リットル飲んだかなって今ちょっと軽く計算してみたんですけども、だいたい5リットルですね。皆さんどんぐらい飲むんだろう。ちなみにこの1時間で2リットル飲んでますというメルトンでした。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、じゃあ早速なんですけどもパークモードやっていきたいと思います。まずですね、パークモードは2つのセクションに分かれていまして、まずはファーストセクション、こちらがですねクイズ大会ですよ。おー、チャプター1、考察系クイズチャレンジ。こちらでね、タツヒーローズオリジナルのクイズを答えてもらう。聞いてないよ。クイズは全部で4問あります。で持ち点は全員100ポイント、はい、で毎回ポイントをベットしてもらいます。はい、でクイズに正解したら2倍のリターンがありまして、うん、不正解の場合は没収となる。没収とね、はい、でこれは勝負じゃなくて全員で協力してもらうので、最終的に全員のポイントの合計が1000に達したらご褒美が。すごい、余裕全然。ただしこのご褒美は視聴者さん向けのご褒美になる。あ、なるほど、プレッシャーやば。なので皆さん頑張ってください。じゃあ頑張らないとです。はい、まあ、簡単簡単。1問につき回答時間は2分以内でお願いします。で、お互いに答えを教え合うのは NG です。ヒントを出し合うのも NG です。はい、で、全員で使える3種のカードというのがありますので、これを、どうするかはみんなで、使うか使わないか、 どのタイミングで使うかは考えてください。1枚目のカードは誰か3人のうち1人を指名して、その人が正解したら、まあ、3倍のポイントということになる。これは前もって回答を書く前にカードを使うって言ってもらって、この問題自信があるから俺って言ってくれれば、そう行くことねですね。次ナンバー2のカードが、僕からヒントがもらえるカード、で3のカードが AI に、実際に質問ができる。まあこれ2分以内で全部やってもらうということですので、それではいきます。皆さん、フリップをご用意ください。かける準備をしてください。はい、頑張ろう、みんな頑張るよみんな頑張るよ。それではいきます。本気だから、ね、答え言っちゃダメですからね。そうですね、はい、いきますよ。では第1問です。はい、はい、第1問、江戸時代に出版されたさつまいも料理集の中で一番美味しいとされた料理法はどれ。
こはだから相談はしてもいいです、はい、あなるほど相談はしてもいいです俺これにするとか私これにするとか言わないです相談は OK です、はいはい、では2分間用意スタートはい、ま、抹茶なくない絶対いやどうでしょう、ね、でも合いそうだけどそうだ抹茶味になっちゃうだって江戸時代って結構そのうん、お茶を立てたりとかの文化があるじゃないですか、うん、千利休とかあの辺ですよね、うん、多分、うん、あんま聞かないよね百日天日干し、うん、さつまいも料理師なんか、ね、この芋団子はねなんかタツさんが引っ掛けそうな単語が揃ってるなんかこの5つのうち5つのうち4個は僕のオリジナルですからね、うん、ですよねいやその試してみたいですね四季焦がしとか絶対言いそう達さんなんか四季焦がし今そうかなんかこの芋団子のこのなんか難しい感じも難しそう塩蒸し焼き芋でも塩蒸し焼き芋って普通じゃない、うんうんでも普通すぎてこれは確かに塩使ったら旨味で塩使ったら旨味出ないでもあどうしようかなうーんでも料理中に出すほどのかなみたいな、一番美味しいとされた料理法ちなみにこれ120種類の中から一番になったってことあこのさ100日天日干し100じゃないんだしかもこれ普通の干し芋ってことじゃないのこれ一番美味しい一番ですもんね。120種類あるメニューの中から一番美味しい。うん、ああ、一番美味しいか。欲しいものが絶対甘くて美味しくない？なんか、干したら甘くない。残り20秒。あこれもう書かないとまずいんですか？時間で。まあまあ。ああ、最後書いてから書いてもいいですよ。はい、大丈夫です。時間をね、くれる。あずき包み煮とか、なんか、料理かよって感じ。まあ料理だけど。確かにこれ料理なの。包み煮ってどういうこと、うん、小豆を包んで煮るってこと、でも確かいとこ煮ってないでもはい時間でーすちょっとはい時間となりました皆さんお書きくださいはいさあお書きくださいはいさあ書けたら一斉に出しますからねいいですか書けましたはい、はい、そしたらまずですね、はい、じゃあエルルさん 何、はい、何ポイントかけますかそこ100やから50あっ ちょっと 5? あまずは、まず5ですねはいはいもえもさん何ポイントかけますか10はいメルトさん何ポイントかけますかじゃあ30で30で勝負でた、はいそれでは皆さん一斉にお出しください、はい、どうぞ見えるかなあ見えますねあってことはエルルさんとモヨモさんが同じ100日天日干し芋なるほどそしてベルトさんが小豆包み煮芋それでは正解を発表したいと思いますこれ5個のうち4個は僕が考えたあの完全オリジナルですからね恥ずかしい料理正解は、はい、塩蒸し焼き芋でなんだなんだこれポイントが最悪塩蒸し焼き芋なんだよ小豆包み先に聞けばよかったなそっかちょっと失敗しちゃったこれなぜそう思いました100日天日干し芋っていや普通に干し芋だと思ったからだって干し芋って甘いじゃないですか、うん、そう僕もそう思った芋ってやっぱ甘い方が美味しいから僕もそう思った、うんうん、あとなんかタツさんが考えそうな単語が揃ってるなベルトさんはなぜ小豆包みそうですねあの芋の甘みとその小豆の小豆だ単体だと結構苦味とか出るじゃないですか、うんなんでさつまいものその甘みでこううまいことバランスよくなるのかなと思ったんですよね。まあ僕の勝ちということで。いや本当にちょっと実際に作ったらこのなんかこれ一番、まあ、美味しいかもしれない。でも抹茶はないわ抹茶はないわ。抹茶はちょっとうん微妙ですよ。それでは行きたいと思います。第2問。はい。満員電車でも毎日必ず座ることができると豪語する男一体なぜでは行きます2分シンキング、タイムスタート満員電車毎日まあ
座るってね、別に椅子だけじゃないですからね、座ることは。うん、か、まあ、あの、なんかこう、1両、2両とかがね、どのぐらいの長さかもちょっとわからないしね。うん、あと、なんか、あ、そうね。あ、わかっちゃった。え、マジっすか。え、普通に？わかっちゃった。あの、分かった方は、あの、あれですね、だから、答えを言わないように頑張って伝えるように頑張ってください。ええ、豪語する男、俺座れんだぜ、俺座れっから、俺座れますから、座れますから、座ることが、50秒経過、あと1分10秒、あ、やば、座っちゃうからね、私座っちゃうかんで、満員電車で満員座っちゃうかんで、でもこれ男じゃなくても女でも、うん、ね、なるほど、最近はちょっと増えてきましたからね、最近増えてきた、え、最近増えてきた、最近結構増えてきましたよね、スイカ、スイカ、なるほど、ちょっと分かったかもしれない、嘘でしょ、嘘でしょ、裏切り、急に急にちょっと簡単すぎない問題、大丈夫ね、景色もいいんじゃないですかね、景色がいいんじゃないですか、ないですか、ああ、なるほど、うん、まあ、場所によってるから、あ、なるほどね、はいはいはい、やばい、違う答えいいぞあれ違うのかな、もしかして違う、でもさ、残り20秒です、いや、乗ったことないから分かんないんですよね、私多分分かっちゃったかもしれない、分かっちゃった、うん、ちょっとあんま言わない方がいいかも、もうこれ以上本当に、大丈夫かな、うん、あと10秒です、え、だって満員電車でしょ、全然、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、さあお書きください、はい、それでは、また聞いていきましょう。じゃあ今度はメルトンさんから何ポイントかけますか。じゃあ控えめに5で。5で。はい。30使ったから。もえもさん何ポイントかけますか。多分10いけるんじゃないか。10いきますか。うん、全然。よっしゃ。エルさん何ポイントいきますか。じゃあ30で。30で。マジか。お。でもこれチームプレーだからね。一応ね。さあ、これしかないと思うんだけどな、絶対。では一斉にフリップお出しください、どうぞ。はいはい、じゃあ、じゃあメルトンさんからいきましょう。なんでしょう、はい、女性専用車両に乗ったから、うん、みんな、あの、女性が逃げていくっていう。なるほどね。なるほど。なるほど。確かにありそう。で、もえもさんがめっちゃ口が臭いから。臭すぎて、うわーって逃げていくみたい。もうこれしかないと思うんだよね、絶対。すごいですね。さあ、そして、もう、エルルさんが電車の運転士。はい、正解。ああだと思った、そうか、あ、そっちね、そっちか、電車の運転手です、確かに確かに確かに。では第3問、こちら、ドン。その動物園にはたくさんの動物がいた。ライオン、カンガルー、ペンギン、アライグマ、ワニ、トラ、キリン、しかもアフリカゾウまで。一種につき1個の餌とした場合、餌は何個必要。さあシンキングタイム、よーい、スタート。カード、カード使いましょう、カードカード使いましょう。何のカードを使いますか。ナンバーいきます。 AI、 じゃあ AI で、 AI、 ここで AI、 AI、 AI いきます。 AI は皆さん、あの、スマホで調べていいですよ。え、嘘、あ、でこの問題で調べても当然出ないから。え、ないですよね、これ、うん、なんでだから、あの、意味はちょっと、 AI はたくさんの動物がいたわ。じゃあ、英語翻訳とかにしてみます。あ、いいですよ。AI で、AI でね。AI で、はい。あの、各自スマホでやってください。どうやったの、ヒント。じゃあもう一枚使う、もう一枚。大丈夫、もう一枚使う、大丈夫。もう一枚いいですよ。もう一枚。どうする、ちょっと。タツさんのヒント。ちょっと、あの、エルさん、ポイント高いから、ちょっと。そうですね。
どのカード、僕のヒントのカード、残ってるのは僕のヒントのカードか誰か一人を、3倍にする。あ、誰もいない、タツさんのヒント、僕のヒント使っちゃいますか、はい、ここで。はい、使っちゃいます。はい、では使っちゃいますか。はい、よく読んでください。よく、その動物園。あ、でもそういうことです、そういうことです。タグさんの動物がいた、ライオン、カンガルー、一緒に好き、あ、1分30秒経過、残り30秒です。たくさん、いやのね、そう、まあだからライオン、カンガルー、ペンギン、アライグマってこういう感じですね。だからあと何個いっさがいるかなって感じですね。はい、ライオン、カンガルー、ペンギン、たくさんの動物がいた、たくさん、メギーアニマル、メギー、メギー、あと10秒です。ズー、メギー、メギーズー、メギズ、メギズ、メギメギズ、これ噛んでいくしかない。ほら、キリン、はい、お時間となりました。それでは皆さん、フリップにお書きください。マジで分からない。マジっすか。まあ、数字ですね。何個、ね、数字をお書きください。それでは、ポイント、もえもさん、何ポイントいきますか、はい、10で10ポイント、まあ、AI 使ったからね、うん、自信あるしそれではエルルさん何ポイントいきますか。多分これしかないと思うんだよな。1ポイント、1ポイント、マジでわからない。メルトさん何ポイントいきますか。ここは1ポイントで、1ポイントで自信なさすぎはい、それでは数字をお出しください、どうぞ。マジで分からない。多分いけると思うんだけどな。もえもさんすごい、うん、もえもさんそれ4649、はい、すごい、なぜ、よろしくおー、そうきたあ、メルトさんなぜ8個。え、単純にライオン、カンガルー、ペンギン、アライグマ、ワニ、トラ、キリン、アフリカゾウの数です。なるほどそしてエルルさん、それは9個。はい、どこの、はい、ライオン、カンガルー、ペンギン、アライグマ、ワニ、トラ、キリン、アフリカゾウで、カンガルーの中に多分コアラの赤ちゃんいると思うんですよ。だから9。あ、なるほどそうきた。あ、なるほど、考え方は違うけど9正解。ええマジっすか。なんで、やば、え、なんで、いきます、答え。ライオン、カンガルー、ペンギン、アライグマ、ワニ、トラ、キリン、シカ、アフリカゾウ。あー、シカ、もう、うん、なるほど。はい、というわけで、しかし、まあ、エルさん、無理正解です。おめでとうございます。さすが、持ってますね。視聴者にプレゼントができる。1000に全然届かないというね。ちょっと待ってよ。それは難しい。最後。では、最後の問題です。はい、こちら。はい。はい、うん、大根を収穫します。今、畑に15本の大根が入っています。4本抜いたら、あといくつ？はい、いじめった多いな。収穫します。大根を収穫。それでは用意スタート。普通だったら11本だもんね。うん。でもタスさんの考えることは違うんですよね。大根。畑。15本の大根が。本大根が入ってます。大根を収穫しますってとか日本語でもそうだ、確かにこれさ4本抜いたらって言ってるけど大根を4本抜くとは言ってないよね。うん、でも答え分かんないから大根を収穫しますって日本語がおかしい、日本語おかしくないけど問題がおかしいよね。文章がもういろいろ言われてここはそこは普通やじゃ文章が さっきのね鹿の言葉だったんで大根収穫します。大根収穫。収穫かな。今畑に15本の大根。
大根におお、はい、ねおねじゃない違うなんか字が違う字になったりしないこれこれ大根じゃなくてなんとでも大根じゃなくて顔がアニメなんだよ顔がこれうるさいぞね大大根が生えてさあ、あとカードが1枚残ってるんでね、そのカード、ね、そうだそうだ、誰かの点数が3倍なんですけども、エルさん正解率高いから、いや私無理、エルさんそれマジで分かんない、もうあの今回特別ということで、あの正解、誰かの誰かが正解したらその人のポイントを 1000倍にします。おお、マジですか。じゃあもう絶対ちょっと延長とかないです、延長大根が生えています、生えています、大根が生えてます。あと10秒です。大根、今畑に大根が、うん、が育ってます。大根が育ってます。生えてますとか。大根が。はい、時間です。はい。さあ、こちら回答はですね、数字になりますね。いくつって聞いてるから数字のに、ね、なりますので、はい、数字をお書きください。数字ですね。ああ、わかんない。さあ、カード1枚残ってますけども、誰に使いますか？エルさん、いや、私は安定でじゃあエルルさん正解したら1000ポイントということで、マジで分からない、重要でございます。まあね、まあこれね4問通してみましたけどもね、だいたい問題の傾向と対策、分かってきたんじゃないかなと思います。意地悪問題全然分かんないです。まあ意地悪問題というよりは、基本的に考え方のクイズで、このクイズの題が誰に僕寄せてるかっていうと、メンサですね。メンサの試験に寄せたもの問題を作ってますので、物事の考え方ということをね、この問題を通して、遊べていけたらなと思ってますが、さあそれでは何ポイント、もう皆さんフルマックスですね、フルマックスベッドですね、はい、そうですね。はい、じゃあフルマックスベットしていただきたいと思います。ではフリップお出しください、どうぞ。はい、それでは、じゃあポイントをフルマックスの線のエルルさんが聞いていこうかな。なぜ15本ですか？4本抜いたらって書いてるけど、大根を抜いたらって書いてないから、実は大根は抜いてなかったから15。なるほど、確かに。ではもえもさんはなぜ、それは10かな、10ですね、はい、10。いや、この大根の画数を抜いてみたんですよ、そしたら10余ったんで、大根の画数を完全なね、完全な、なるほどね。ベルト先生いかがでしょう。いや、僕はちょっと素直になりたいなと思いまして。なるほど、逆にね。あ、逆に、なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい。まあこういう問題はやっぱり答えが出た時に納得する問題じゃない、納得しないといけない問題ですので、まあ、それを踏まえて回答を出したいと思います。正解は4。え？というわけで正解は4でございました。はい、大根を収穫します。今畑に15本の大根が入っています。ああ、そういうこと。4本抜いたら、そっちか。あとはいくつ？さあ、あとが残ってるのはいくつですか？ああ、4本抜いた後が残るということで、あ、まあ皆さん、あーと言ったってことはね、それ納得したということで、なるほどな、いやちょっと納得できないよ、はい、皆さん0点。あー、残念ですね、やってらんないな、残念、0点でした。飲んじゃうから、飲んじゃうから、はい、そんなわけでね、まあ、頑張りましょう。キャプチャー2テーマ付き考察トーク、さあ第2部いきたいと思います、はい、さあ第2部はですね、フリートークになっております、うん、テーマこちら、はい、パラレルワールド、うん、ではいきましょう、今からだから、20分ね、よーいスタート。パラレルワールド、パラレルワールド、私はねすぐドラクエが浮かんじゃう、なんかパラレルワールドですけど、やっぱなんかそのドラクエをずっと
やってたから、4、5、6特に、で6が一番好きで、6はやっぱ完全にパラレルの世界で、うん、これよなんか4に出たのっていくつ頃なんすかね、この言葉というか、あ歴史がね、うん、なんだろう、最初は何なんですかね、ゲームなのかな、それともどうなんだろうね。でもドラクエの考察と確かにパラレルって言葉出てたような気もします。なるほど、あの全然検索 OK ですよ。外国からのあれかな、外国、そもそもパラレルって何の略なんだろうね。一番最初、確かに略なんだろうね、パラダイスパラダイスラブパラダイスラブパラダイムパラダイムなんだろうね、で、うん、パラレールみたいな、元はパラレルワールド、あパラレルワールド、まあ、ウィキですけどね、うんうん、パラレルワールドとはそもそも何でしょうね。そもそも現実の世界とは異なる複数存在することとされる仮想的な世界のことである、うんうん、一番最初は本当何なんだろうね、誰が言ったんだろう、誰だろう、パラレル、よく言いますよね、パラレルに移動したとかね、パラレル、うん、見た、夢を見たとか、あーなんかね、寝てる間にパラレルに移動してる、うん、概念は20世紀初頭に登場らしいですね。あ、そうなんですね、最近ってことですよね、うん、そっかそっか、まあ、今までは前の言葉はなかったのかね、逆に、確かに平行世界みたいな、あー平行世界か、うん、20世紀初頭ってことは、じゃあ江戸とかその考えはなかったってことですよね、結局ね、そうでしょうね、うんうん、ないんだ、起源ですよね、確かに。でも結局こっちへ行ってたらこうだったけど、もしこっち行ってたらどうだったんだろうっていうのは、うん、多分誰でも考えることであって、うん、そういうが、うん、そうかなかったのか、おお、物理学者のデイビッド・ドイッチは多世界の解釈と絡めてパラドックスを解決するモデルを提唱したっていう。提唱した、それいつ？それがね、見つかんない、うん、見つかんないほら、でもウィキペディアですけどね、ウィキペディア、でも物理学者なんだ一番最初は、うん、エベレットっていう方が、うん、なんか最初にそのアイデアとして提唱したみたいですね、うんうんうん、なんでそう思ったんだろうね。なんかその方がなんか量子力学、ああやっぱそっちか、そうだよね、うん、なんか自分が気づかないうちに言ってる可能性もありますよね、うん、確かに、うん、パラレルの対義語はシリアルなんだって。パラレルの対義語はシリアルで、この言葉はなんか連続的なとか続きのとか、シリアルナンバーのあれか、うん、パラレルはコンピューターやデジタルの通信の文脈でも使う、これ違うんじゃないこれでもパラレルっていうあれだもん、パラレルは英単語をパラレールに由来し、その起源はギリシャ語のパラ、互いの隣にいたり、パラレルワールド、そうか、でもそのタイムパラドックスは違うのか、でも確かに今エルさんが言ったようにみんな移動はしてると思うんですよね、うんうん、これ初め言われたの、うん、多分、うん、1957年です、うん、おえ新しくないね、それが新しいですね、20世紀ちょっとってことか、めちゃくちゃ新しい、1957年、うん、あタツさんの年、もう俺の生まれ年だねおじいさんどういうことおじいさんでもないんじゃない、だ なんだろう57年のことに何歳だ、その前にそういう考え方はなかったんですね、なかったのかもしれないですね、それに付随する言葉もない、ね、ないのか、それっぽい、異世界とかないのか、異世界、でもそのなんだ、要は幽霊ってその前じゃないですか、だから霊界はそもそもあったわけであって、うんうんうん、でも霊界はパラレルって考え方じゃないってことですよね、結局は、うんうん、霊界は霊界だし、妖怪の世界は妖怪の世界だし、うん、全部現実の一つのこの中の世界にある話、うんうん、だけどパラレルって本当に
今これに似たよったものってことですよね、結局はね。かなり似通ったパラレル世界が、うん、だから日本だったらあれじゃない、ちょっと狐に化かされたとかって言ってたんですよね。でも確かにおとぎ話でパラレル的なものって日本あんまなくない？なんかだいたい桃太郎とか、ね、浦島太郎、竹取物語とか、別にパラレルって感じじゃないよね、うん、知ってる話ではパラレルではないね。鬼も妖怪もこの世界のどこかにいるっていう感じだもんね、うんうん、で古事記もそうですもんね、別に、うん、普通、うん、パラレルが、パラレルがその考えが日本に入ってきたのは、じゃあ、うん、映画か何かってことですかね。そう、物理学者が提唱したのを何かこうオマージュしたの可能性も高いですよね、うん、そっか、最近なんだって考えると、まだ我々が何 か思いついてない何かがある可能性もなくないですか。そしたらパラレル以上みたいな、パラレル、パラレルは平行世界で、うん、平行じゃない世界みたいな、じゃあランダム世界で、ランダム世界で、でもそれこそ思うのが、うん、メタバースって、うん、ある意味パラレルじゃないですか。だって自分たちがこう、まあで違う世界で存在してて、うん、っていう、あ、エルさんもうちょっと下がるんで、多分ここがずっと切れちゃってる。あ、はい。うん、なんか今あるパラレルってどんな話があるんでしたっけ、都市伝説。パラレルの都市伝説、どっかに迷い込んじゃうとかですかね、うん、ああ、なんかあったかな、パラレルの都市伝説。あの地下の丸穴って知ってますか？何それ？わかんない。知らない？地下の丸穴っていう、うんうんうん、話のが異世界に行っちゃう話。異世界に行っちゃうっていうか。うんうん、あとはなんかゲラゲラです。え、何ですか？ゲラゲラ？うん、知らない。なんか異世界に。ずんどこベロンチしか知らない。あ、誰だよ。パラレルワールド。なんかね、私結構異世界に行く系の話はもうほぼ網羅してて、好きなんですね。好きです、でも異世界とパラレルは違くないですか、うん、まあそうだね。あ、まあ確かに異世界は異世界で、パラレルは多分類似性があるんだよね、うん、きっとね、うんうん、この現状と、だからここの劣化コピー、うん、劣化コピーみたいなのが続いていく感じ、うん、異世界はもうそこのディズニーみたいなさ、うん、なんかこう、あー、そっち、うん、違う世界だよね、その、うん、でもね、私がよく見るやつは、うん、本当になんかちょっと違う世界、ちょっとだけ パラレルに近い感じ。そうそう、ちょっと違う、うん、あれ、ここの家こんな表なんか表なんか門だったっけとか、ここの場所にこんなお店あったっけみたいな、うんうん、そうだ、俺今思い出したわ、今さ、ちょっとこの場を借りてちょっとこう発信したいんだけど、はい、まあ、今はこれパラレルの話なんだけど、うん、小学校か中学校ぐらいの時に読んだ漫画のタイトルがずっと分からなくって、うん、誰かこれ分かったら教えてほしいんですけど、うん、学校、まあ、主人公ね、うん、主人公男の子が学校帰りに、あの、まあ、テストで0点取っちゃって、はい、それをどっかに隠そうと思って歩いてたら、まあ、山の祠、うん、あの昔のお墓みたいな祠があって、そこは鉄扉がついてると、うん、でその鉄扉を開けて中に一回入って、でちょっと奥まで行って、こうなんつう、テストの戸を隠した、うん、その瞬間にピカッて光が光るんですよ、うん、外で、うん、でその光を浴びてないその少年が外に出てくると、うんうん、で何にもないんだけど、普通に家に帰ったら、まあちょっとこういつも通りお母さんが料理してて、おかわりなんて言ってて、うん、で、まあ、妹かなんかもいて、そしたら目の前をこうハエが飛んだ、うん、それを妹がパッて手で掴んでこれ食べたの、うん、お前何食べてんだよって言ってて、うん、でそのうち、あの、今あいつおかしいんだよお母さんって言ったら、お母さんもその目の前にゴキブリが来て、それをパンって潰して、それを食べて、へえ、でなんか
今日のご飯できたよって言ったら、なんか虫だらけの、うん、食事が出てきて、ってなって、そいつ、その主人公はどっか逃げるんだけど、うん、もう街中、自分以外の全ての人たちが、うん、その食べることに関しての感性が狂ってる。うん、だから、世の中全ての食べ物が虫になっちゃってるって話なんだけど、うん、なんか最終的には、それでずっと育ってきたらそれだよねって話。うん、だから我々は普通に豚食うし、牛食うしだけど、それがない文化の人たちからしたら何、何だから中国の人が犬を食うっていうことに関して、我々はえっと思うけど、それで育ってきれば普通に食うし、向こうは水ゴキブリってね、ゴキブリ育てて食う文化もあるから、それもそれだし、でも世界から見れば日本は日本で生魚食ったり生卵食ったり、うわって思われてるけど、我々は生まれた時からつい生卵類食べてるから何とも思わないしっていう、なんかそんな漫画があったんだけど、これタイトル知ってる人教えてください。もう一回読みたい。絵柄はどんな絵柄だったか。絵柄はね、なんだろう、劇画タッチ、梅津和夫みたいな。あそこまでいかないですけど、あの本当にリアルに、なんだろう、あんな感じ、デスノートみたいなリアルタッチ。あ、結構じゃあ、うまいかな。しっかり知ってるし。何だったんだろうか。そう。ちゃんとしたもんか。あります、あります。短編集かなんかに入ってるとかですかね。ね、そこまで覚えてたらね。何の本で見たんかも、残念覚えてないけど、こう、なんか雑誌、でかい、ジャンプの月刊だったのか、なんだかわかんないけど。そんな話。ただその中で思ったのが、その要はパラレルワールドってもしかしたら、うん、そのある意味お隣の国もパラレルワールドじゃないですか。同じ人間がいて喋、うん、る言語が違うとか、うんうん、もっと言えば、お隣さんの家って普通に生活の、ね、仕方も全然違うから、ね、全部の家がもうパラレルワールドみたいなもんだよね、うん、各家ごとにしきたりとかルールも違うしね。え、そういうこと？いや、でもパラレルワールドって、うん、もう自分が今まで体験してきた世界と違うからパラレルっていうわけであって、うんうん、まあね、でも例えばじゃあ、エルルさんが、うん、どっか嫁いだ時に、うん、そこの家がちょっとそれは何だろう、うん、関西と関東でとも違うみたいな感じがあったとして、うん、ねルールが結構違うじゃないですか。出汁も違うし言葉もちょっと、うん、でも通じるけどちょっと違うみたいな、うん、結構それって近いのかなと。いやでもそれはただの文化の違いであってパラレルワールドっていうのはあくまで、うん、なんだろう、自分が今まで生きてきた世界と違うんですよね、うん、明確に。明確にね。確かにね。だから例えば、うん、言うたら、メルトン先生の名前がエルトンかもしれないですよ。そうです。エルトン。もともとエルトン、エルトン先生、うん。これがパラレルワールド。エストン、エムトン、エルトン。そうそうそう。うん、確かにね。もともとがね。うん、昔でも私も自分が違う世界にいるような夢を見た。うん、夢を見たけど、それはただの夢なのかわからないけど。夢ってさ、異世界かパラレルかって言ったら異世界。うん、あ、確かに異世界ですね、うん。鏡の部屋に入った時のあれがパラレル。うんあそうですね、でもあれって全部自分自身が映ってるから厳密にはあれパラレルじゃないですよね、うん、あれは多分平行世界ですよね、鏡の部屋は、うん、だってなんか何も全部一緒だから、うん鏡まあ、全部一緒だったらねそれはね平行世界、うん、ではないけど、ね、分かる分かる、そうだね、だからドラクエもそうですよね、うん、表と裏の世界があって街も物も全部一緒なんだけど、うん、何かが違うとっていう何かが違う、うんうん、その違う、うん、違う違うってずっと言ったら一周回って同じがあるのかな、どこかにどこかのどこかに、だから例えば地球があって、うん、どこかのどこかに地球がまたあるんじゃないかと同じ考え方で、うん、パラレルのパラレルのパラレルのってなった時に、うん、どこか
かに全く同じパラレルが存在してたら、うん、それの可能性ってないのかな。もうあるかもしれない。なんか離れていくほど違った世界になるって言いますよね。あ、全く違っちゃう。近いとそんなに変わらないけど、ちょっと離れたパラレルワールドだとすっごい変わってるみたいな。うん、環境がめっちゃ、そのすごい変わってからどんどんこう奇跡を起こしてまた興味で、要はで遠くのどこかに地球があるような感じないのかな、うん、ないのかな。さあ切れたら後ろ向いてるみたいな。そう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 。ないのかな。実はそれが背後霊でしたみたいな、ね、で写真写っちゃったみたいな。あ、写っちゃったみたいなね。なるほどね。なるほど、何がなるほどだか分からない。なるほど。妄想、妄想、まあでも面白いですよね、こういう話は。なるほど、まあまあね、うん、なんか、うんうん、どっかで体験できるんじゃないかと。ありますかね、そんなとこ。あ、なるほど。パラレルを体験、パラレル体験、ね、だからどっか、要はだから、確かに行きたい行きたい行きたい、どっかでつながってるみたいなところがあればいいわけですよ。うん、え、南極とか、南極とか、だからなんか要は入り口、遠いとこじゃないじゃないよね、絶対遠いとこじゃないと、うん、そんな近くにはないと思うけど、日本にあるのかな、そんなところね。そんなところがあれば、うんうん、いいんじゃないかなと、体験できるんじゃないかなと。だから、例えば遊園地の鏡の部屋に行くとか、行って、わからない、ほら、よくあるじゃない、夜中の何時かだったら、うんうん、ちょっと変な映るとかあるじゃないですか、鏡に映しちゃいけないとか、うんうんうん、多重鏡はダメとかいう感じあるから、ちょっと不吉だもんね、確かに。そうそうそう、それの、どっかの遊園地のミラーハウスに行く。それパラレル？パラレル、パラレル、パラレル実験、実験、なんかたまに行くのはなんか YouTube とかなんか木更木駅とかさ、なんか、うん、ああいうのは聞いたことあるけど、もっとなんかないのかね、他にもそういう場所。木更木駅ってどこにあるの？どこだっけ？木更木ってどこだ？静岡の方だっけ？浜松？浜松か。どこ？わからない。そこ行くじゃん。ね、そこ行きたいけど、でもちょっと遠いよね。確かに分かんないんですよね。キサラギ駅って確か。だって本当に行ってなくて。存在しないって言われてる。ないの？ちょっと検索してくださいよ。ないの？もっと近いとこ。無駄足になっちゃいますもんね。行ってなかったら。今ね、AI に聞こうかな。うん、おお、いいじゃないですか。いいですね。うん、少しは働けよ AI って感じ。本当だよ。本当に。あのさ、ちょっとまたちょっと話ちょっとずれちゃうけどさ、うん、あのツイッターに AI が搭載されたんでしょ？うん。らしい。らしい。あの、有料のプランらしいね。ああ、そうなんだ。じゃあだから俺が使えるのか。うん、なんか急に AI が入ってきて、うんうん、めちゃくちゃバカ。あ、そう。あ、そう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 。あのチャット GPT みたいなやつですよね。うん、そう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 。そう、意味不明、意味不明。めちゃくちゃ頭悪いっすよ。初めて見た、あんな。で、なんか、あの、なんかテーマが、面白いこと言う、ユーモアがあって、面白いこと言う、要はなんか、笑いの分かる AI っていうらしいんですけど、いや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 、いやいや、頭悪いだけじゃんと思って。ユーモアモードですよね。ユーモアモード、ユーモアモード。どんなことでもお尋ねください。じゃあ、ちょっと聞いてみます。うん、聞いてみます。パラレルワールド。異世界の。調査中。こんにちは、お客様。あなたはパラレルワールドについてお知りたいようですね。例えば、あなたが今日朝食にパンカゴを食べることを選択した場合、別の世界ではあなたはシリアルを選択しているかもしれない。普通だな。シリアルつながった。俺もシリアルつながったっていう。あ、それ、あ、私は調べたからかな。知らなかった。さっきシリアルって。あ、AI にパクられた。そういうこと？そういうこと？ちょっと、じゃあ聞いてくださいよ。あの、なんだっけ、日本で。うん、あの関東でパラレル体験できる場所とか、うん、そんな感じで、うん、関東で千葉市にあるパラレルワールドという名前のアトラクションがあります。そこ行く、そこ行く、ちょっと行ってみたい、千葉行ってみたい。千葉、それも行くしかないじゃん。しかもパラレルワールドという名前のバーが横浜市にあります。お題はパレットタウン。それはもう名前だもんね。あ、待って、秋津とかあるよ、秋津駅。秋津はどこ？秋津は東京だ。あ、じゃあそれだ。どこ？秋津駅。秋津ってなんだっけ？秋津って、あ、でも確かなんか聞いたことある気がする。
東京の異世界に迷んでしまった女性、秋津駅周辺やパラレルルート。ああそうですね、秋津駅って今出てきましたよ。なんか聞いたことある。なんかその仕事を終えて西武池袋線の所沢駅から秋津まで、なんか秋津から新秋津までこう徒歩でこう乗り換えしなくちゃいけないらしいんですけど、なんかその間になんかパラレル世界的なのがこう体験できるらしいです。すごい、いいじゃんいいじゃん、ね、それだそれだね。うん、いや続きはジョンタツさんが聞かせるテロップで詳細を。いやまあエルルさんが行けって言うなら行くかしょうがない。そうですね、行くよお前ら。パラレル行きたいんだろ。連れてって連れてって。じゃあエルルさんが行けって言うから行きましょうか。行くか。関西弁で言ってもらっていいですか、お前ら行けって。あんたら秋津駅行きや。そんな感じ。はい。じゃあ秋津駅行きましょう。行きますか。行っちゃいます。いいですか。マジで。ズーどんなだったっけ、ズーって今全然何も作ってないから分かんない。ズーゼットズーゼットゼット、これでいく、これでいく。どっちが出るとか分かんなくなってきた。8で目とか、8で目とか。キャプチャー3、フリートーク。はい、はい、というわけで、はい、第1回もね、スタジオパークモードでございました。こんな感じでですね、まあ、回を重ねていきたいと思いますので、うん、もしよかったらご覧ください。というわけで、アニマルフレンズの皆さんでした。じゃあ、最後に一言ずつね、挨拶いただきましょう。うん、誰からいきますか、挨拶。はい。じゃあ、はい、あ、じゃあいつも、ね、先陣切ってもらって。はい、お願いします。いや、お疲れ様でした。もうね、めっちゃ楽しかった。ちょっとクイズ、どうでしたっけ、結局1000いったんだっけ。全員ゼロじゃん。そうか、ゼロ。なんで、ちょうだい、ちょうだいって言いたいところなんですけど、まだまだね、こう、続くと思うので、冒険は。まだまだズーの動画と、あとね、私たちとね、3人のチャンネルもね、きっといろいろ、これから動いていくと思うので、そこも連動しながら見てもらえると嬉しいです。ありがとうございました。もえもでした。ありがとうございました。どちら行きますか。はい、あ、じゃあ、はい、お願いします。もうこれ順番だったんですね。もうこの順番だよ。はい、お疲れ様でした。第1回、クイズがすっごく難しくて、もうでも正解できなくてもなんかいろいろ考えてみんなで意見出し合うのがすごく楽しかったです。また次は1000ポイント目指して頑張りたいと思います。頑張るぞ。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、ムズズお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。まずはそうですね、クイズも難しかったんですよね、ね、なんかもうタッサーの性格が出てたんですかね。どうなんでしょう。で、残念なのはやっぱ1000ポイントいかなかったんで、次回こそはぜひね、乗り越えていきたいですね。まあここも多分次ハードル下げてくれるんじゃないかなっていう期待してますけど。楽しみ。次も逆に上げてくるのが。まあそこも兼ねて次回また楽しみにしてください。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、というわけでですね、また次回、この後ね、次回はサファリツアーモードですね。で、サファリツアーモードの後はまたこちらのパークモード帰ってきますので、よろしくお願いします。それではまた次回、またねー。パオパオパオ。よっと、みんな今回のズーはどうだったかな。この続きやサファリツアーモードは公式ホームページから、概要欄からリンクで飛んでいってね。高評価、チャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いいたします。またねー。なくなりたくない大人を見てきた。自分だけは違う、でも気づいたらそこにいた。新しい視野が懲りない、旅路をしていこう。未来への扉思い切り開こう。ワクワクする